JA が今年の新米の販売方針などを卸売業者などに伝える新潟米懇談会が開かれ、販売価格の上昇が見込まれると報告しました。一方で全国的な米不足について JA は、新米が出回れば一定程度落ち着くと説明しています。新潟米懇談会は今年の県産米の販売方針などを伝えるため JA が開いていて、卸売業者などおよそ50人が参加しました。6年産は全国的な米価上昇が見込まれております。この価格は他の食品と比べ決して高いものではないことを消費者にご理解いただけますよう、全力としても情報発信を行ってまいりたいと考えております。卸売業者に対しての新米の販売価格について、JA は生産コストが上がっていることなどから、上昇が見込まれていると報告しました。一方、去年の不作やインバウンド需要の増加、さらに地震や台風に備えた買いだめの動きが出たことで、全国的に米が品薄になっています。いわゆる令和の米騒動については、米不足という状況ではございますけれども、新米がある程度であれば、我々としても一定程度進むんじゃないかと考えているところです。JA の担当者は、今年の県内の作柄予測が平年並みとなっていることに触れ、新米が本格的に出回れば、品薄状態は解消する見込みと説明しました。これから新潟北陸であったり、米どころの東北ですか、それからまた北海道、順次また収穫入りますので、安心して一つまたもう少しこう待っていただければ、十分一つ米は店頭に並ぶと思います。はい、間もなく迎える新米の季節、米不足の解消につながるのでしょうか。